段階順に洗う。どうも、しばのぶです。はい、どうも、林刑事です。いいね、久しぶりに始まりました。いや、なんか久しぶりだな、スタイル。イエイ。いや、うん、ちょっとここのとこさ、なんか、うん、動画生配信とかね、やらせてもらって、うん、もう傍若無人。うん、分かっとるじゃん。インギンブレイ、うん、いやいや、うん、あれ、俺いいねって言ったっけ。言った。いや、もう何で、まあ、そうだね、久しぶりっていうことだけど、うん、まあ、今回、まあ、お盆。あ、お盆ね、お盆入ったね、ついに。お盆も入ってきたね。お盆入ってない。お盆入ってねえか。うん。お盆は、兄弟仲悪い。入れない。入れないか。うん、まあ、まあ、お盆入ったけどさ。あれって兄弟なの、あれ。兄弟じゃないじゃん。違うよな。違う違う。うん、だったら、喧嘩、あそこまでな。うん。うん、ね、まあいいや、それはいいできて。うん、ね。まあ、でも、そうか。一つは、宣伝だけさせて。今週の、そうそう、話しなくていいですか。いや、宣伝する。さん。てか、たまにはお前から宣伝する。ああ、フィヨンセそんな本だもんって。いやいや、いや、カット、お前意味がないから。いやいや、今週の日曜日に。どういうことだよ、フィヨンセそんなもんって。セシールだよ、セシール。いや、そうだけど関係ねえじゃん。関係ねえ。言いたかっただけじゃん。宣伝って言ったら。いや、宣伝なんで CM だよ。あの会社も潰れたよ。あの進路、ハゲてるよ、みたいな、そういうやつでしょ。いや、もういいって。違うんだよ。今週日曜日ね、うん、あの、毎週生配信はね、はいはい、いつもやってるよね。配信いつも8時からやってるからね。やらしてもらってるけど、うん、今週はなんかスペシャル企画みたいな感じで、スペシャルって、3回目か4回目かでスペシャルもどうかと思うけど、うんうん、まあまあ、まあまあまあ、ね、うん、なんか林圭司君と浅川君がやってる、うん、チャンネルが、うん、8時なのかな、独身ナウか、うん、独身ナウが8時から生配信するんだよね、うん、8時から9時まで独身ナウがあって、で9時から、うん、段階的な、そうそう、なんか俺らが押し出されちゃったみたいなね、ロケット鉛筆みたいな感じだからね、お、俺らが8時やったのに、え、何、朝川ずくと、林氏が来るの、え、じゃあ俺らがちょっと追い出されますみたいな感じで、ちょっとプッてこのロケット鉛筆っぽく出されちゃう。ロケット鉛筆の例えがもう古くて誰がわかんねん。聞いてる人はわかんない、大丈夫。ロケット鉛筆ね、あ、色がいっぱいあるやつだろ。違う違う、あの後ろからブソって刺したら、あ、肛門から刺したら上がニョキってやる。1個なくなったら大騒ぎになるやつ。ああ、1個なくなったらもうすぐその、そうそうそう、もう価値がなくなっちゃう。価値がなくなる。いや、じゃなくて、あの、色がさ、うん、バーって何色かあって、あ、うん、色鉛筆で、なんかあの、リボルバーみたいになってて、先端差し替えるみたいな。いや、そんな話じゃねえよ、だから。そんな話じゃねえよ。こいつかなりマニアックな話しとんなと思う。その文房具の話じゃない。まあ、どっちもマニアックだもんね。今週日曜日でしょ。まあ、16日。16日の日曜日の夜8時からは、独身ナウ、アスカ君と、俺で。独身ナウ？ん？何回順にやるの？独身ナウ。独身ナウ。独身ナウ。独身ナウを8時からまずやる。で、うん、その後9時から、段階順にやるので、また、林圭一と島信でやるっていう、その一部二部編成でやらせていただきますので。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。林圭一君、ちょっと一部二部連チャンじゃん。とにかくね、俺はいろんなこと言いたいんだけどね。うん、まあ今日はまあ抑えて、お盆の話しよう。まあまあ、お盆が抑え目なのかよ、うん。お盆の思い出なんかある？ああ、いや、逆も教えてよ、お盆の思い出。あ、まあそうだね。もう散々、うん、ラジオでいっぱい喋ったしね。うん、そう、さっきね。うん、お盆、あのね、正直に言うけど、柴田家は、うん、お盆というものを一切重要視しない家族なわけよ。うん、うん、なるほど。例えば、お盆だから、うん、みんなで親戚集まろうとか、うんうん、みんなで、なんだ、お墓参りしようとかっていう文化がそもそもないのよ。ないんだ。だから、ただのラッキー休日みたいな感じ。ああ、なるほどね。だから家族で、うん、みんなじいちゃんの墓参りから集合とか、そんなのない。ないの？ない。だから、多分、親たちはやってたと思う。だから子供たちを連れて行こうとは思わないでください。好きに遊べみたいな。いや、でもね、俺の記憶だったら、午前中に、まあ、朝一でお墓参り行ったんだよ。ああ、なるほどね、うん。めんどくせえ用事は朝一でみたいな。うん。めんどくせえんかよ。いや、うんっつったらお前。うんってか、お前もさ、めんどくせえ。いやいや、まあ、言っちゃったねえよ。まあ、なみたいなこと言ったら。いやいや、子供ってそうじゃん。まあ、なんか子供ってさ。俺も本当に子供の頃でさ、クリスマス、お正月。あのさ、もう線香がさ、火つくまでもイライラしにかった。まだみたいな。なんだろう、あの、お線香ってさ、俺、一本ずつつけるもんと思ったけど、うん、なんか、あ、今ね、50本ぐらいの束をさ、一気につける。いや、違う、違う。俺金持ってまーす、みたいな。一本でええやん。なんで？一本で悲しいじゃん。いやいや、一本でいいじゃん。そこになんか諸行無常な感じがあるじゃん、なんか。
いやなんかパスタ入れるときに、うん、もうパスタのあの束を先端だけ茹でるみたいな、そういう感じじゃない。いや俺いつもパスタ、いや俺はパスタ、俺の場合はパスタいつもバキンとバス、ま、折って、うん、バシャバシャって。いやそれ鍋が小さいだけやろ。めんどくさい。あのさ長いやつが入らねえからね。立てて、いや分かる、バラバラバラって炎上になるやつあるよ。これもう一人暮らしやるでしょ、うん、めんどくせえ。そんな知らねえよ。長いのをくにゃーって曲がるまで待てないもん、ね、俺そうめんとかもめっちゃ長いやつあるやん、うん、あるある。あれをそうそう茹でるとさ、うん、ね、漬け汁につけるときにさ、うん、長くてさ、うん、おいどこまで行くねんみたいな、長命うどんかよみたいな、めんどくさって思ってさ、うん、なんかだから俺逆にね、折ったった方がいいんじゃないのけど。ああいうのかんかダメダメ、もう折ったらもう短くなっちゃうから。いやいや、あんなもんあれだよ、マカロニとかそうやん。いやマカロニはその箸ってじゃないもん。話が変わっとるやんよ。お盆な、お盆な話。お盆？マカロニにお盆はないの？マカロニでか。マカロニでか。懐かしい。てぃねってぃ。ちょっとお盆語りたいんだけど、行くっていう概念がないの。うん。だからお盆さんに金払いに行くだけ？だから お盆っていうのは。いや、よくさ、うちらのところでさ、お寺さんとかいてさ、うん、よくお坊さんが来てさ、うん、定期的にお経をあげてさ、そうそうそう、で、なんか、ちょっとお饅頭とか出してさ、そうそうそう、お茶とか、ああ、今日もありがとうございますみたいな。ちょっと何、うん、お金をさ、包んだらよ。なんか、ちょっとだけでね、いつもだったら長いのに、うん、あれ今日短くねっていうような、うん、なんかお経を取られるでしょ、うん、なんか、うん、あれちょっとお前省略しようね、みたいなね。すげえわかる、それは。でも今そういうところもなくなってきてるからね。うん、お坊さんもちょっとそういうの意味では、うん、今はね、ちょっと、うん、まあ、仕事的には減ってんじゃん、ちょっと。まあでもそういう文化もだいぶなくなったから、昔はさ成仏できましたみたいなね、お布施とか今最近は聞かへんからな、うん、そうだな、うちらのちっちゃい頃と今とは全然違うよね。お墓参り行くっていう習慣もさ今ないじゃん、あんまり。そうだね、家族で行くとかないじゃね、うん、昔はさ行かなきゃダメですよみたいな。いやもちろんその先祖を敬えっていう意味はなんとなくわかる。いや当時で人に言われてたが、いやいや、こういう時期だからずっと言われて、先祖に敬わなきゃいけないんだから、お前敬いに行くぞって、うん、敬いに行くぞ殺しに行くぞみたいな感じで、もうそろそろお前敬いに行くぞってそろそろ、ね、ちょっと待って、まあ、そうおかしいと思う、なんか敬うってそうそうそう、おい行くぞ、敬いに行くぞみたいな。でもわかる、その時今思うとそうなんだよ、うん、でも当時はそろそろお前敬えや、お前ってさ、うん、敬う気にいんかお前、おいって、うん、いや敬いに行くでな、うん、分かったって、じゃあ明日敬いに行くからその準備しとけよお前。そうだね、明日敬いに行かない、子供ってからしたら敬うって何、敬うって言いてだけだよもう。噛まずに敬うって言いたい、敬うってまだ俺今日酔ってないなって思う。俺の林刑事の刑敬うって言ってたから、ね、あそうだね、尊敬の刑だもんね、尊敬だよな、尊敬はせんけどね、うん、してよ。たまには。まあまあ、お盆はだから、もう人それぞれでいいんじゃない。だからそういう思い出はないと。なんかリモートでさ、墓参りにも今流行ってるし。カイノとかあんの？やった。だけどそれは、まあうちはあんまお金ないから。カイノなんだ。別にお寺さんの結局、さじ加減だろ、あんの。そうそうそう。もう長くなれば高くなる。俺がつけたるわ、カイノの店。おお、つけてくれよ。うん。こう。うんこやめろ、待って、最初にうんこやめろ。もうちょいさ、なんか、俺、アホな俺でも、なんか、阿弥陀如来、金剛力士、バカハッタ、ミタ、うんこならいいけど、いきなりうんこはいかないの、お前。うんこって汚いうんこと思ったろ。あ、違う。綺麗なうんこあんの。あの、セットの方にね、うんこおじってお寺があるの。おそこ行くと、だいぶ、泥棒神様って言って、うん、泥棒が入らないようにするっていうお寺があるんだけど。だいぶ嘘くさい話ぶっこんできた。いや、ほんと。俺昔行ったもん、なんか。もう誰かもうウィキペディアで調べてくれよ。いや、まあ、うんこじね、まあ、これリンク貼っときますもん、ね。いや、マジで、うん、いや、マジで、うんこじってあんの、うん、だけど、お茶、何言ったのお前。海苗にだ。お前、うわ、ほんと待って待って、海苗に寺の名前入れないから。永平寺、芝の部なんて入れないでしょ。僕の中では運命の運に、幸せの幸って書いて、運幸。なるほどね。まあね、運はご利用ししてきたのだよ、お前は。ほんと貧相。すごい、もう土俵際でめちゃくちゃ頑張るな、お前なんか。考えたら貧相や。いやいや、もうでも、発音悪いから普通外すやん。いやいや、別に俺、運幸、正面、ファッ
くしーの。いやいや、だから、お経読んでる間に、あ、こんこしっこ、ファク野郎が、見事に、悟りを開きたもーみたいな、もう聞いてたら、後ろ側で爆笑してるよ、ほんとに。俺、もう、和尚の頭で木魚叩いたら、僕思ってたもん。いや、それいいな。それ動画にしようか。ダメだって。YouTube にしようよ。バカにしても、相当しようか。いや、まあ、いいんだよ、そういう時代だって、もう。いやもうね、なんかね、いいんだって。いや、もう、海面を切るなんて多分、ほとんど腐ってる。最後、で燃やす。てか、ちょっと一回そういうのさ、なんか、俺、曹洞宗の身なんだからさ、坊さん一回呼んで、ちょっとそういうの喋らせよう、ちょっと。一回坊さんに説教するって言うかいそうだよな。いや、あのさ、もう、ちょっとそろそろ時代。説教じゃなくて、いや、そろそろもう、もう、待って待って。いや、やっぱり、もうね、前の時代終わってきとるんだから、昔はさ、そのね、お布施とかでさ、ベンツ乗ったりとかやったけど、正直、儲け取ったやろってね。昔は儲け取ったかもしれんけど、今そんな時代ちゃうねんと思う、うん、いい加減にさ中途半端に修行とか行ってさ、うん、永平寺とか行かんでいいでさ坊さんで説教するっていう回作ろうかまあまあまあ、まあ、ぶっちゃけトークぐらいしてくれるねえぶっちゃけトーク名前言わなくていいからみたいな感じで坊さんぶっちゃけトークみたいな感じであ面白いねそれ坊さんシリーズうんいやたくさんいそうだよゲストめちゃくそうだよいやそれはいいじゃんもうスポンサーは愛知高校でいいやんスポンサー永平寺だろもうもはやいやらんだろスポンサー永平寺面白いねそこされれば面白いな俺らも翌週も丸坊主やろ。スポンサー有名でさ。雲水にキックされたもん。いいね、雲水。雲水またややこしいから、説明。まあいいや、まあとにかく、ねえ、で、結局そういう、ね、どこで、まとめてくれ、もう。いやいや、まあ、お盆は、うん、ちゃんと。いやいや、バカだよ。ほんとちゃんとしたらなんでもないんだけど。いやいや、お盆はでもね、まずお盆はちゃんとしたらなんってことや。ちゃんとちゃんと。もう言わせたいばっかりじゃねえか。もうやめてくれよ、もう言わねえから。ちゃんと。もう言わない、もう言わない。言わない、ちゃんと。お前ちゃんとしなかった。ちゃんと、ちゃんとしないもん。ちゃんとしよう。ちゃんとしないもん。いや、マジマジ。もうなんか、犬に言ってるみたいなもん、なんか。いや、お前ほんまそういうとこあるだよ、お前。やっぱそれはそうだって。いや、でもちゃんとの味の素。バカだれや。よし。いやー、今日も団塊ジュニアなら終わったで。あー、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ。